原谷龍馬さん、こんばんは。速稼塾の久保です。今回もですね、私のことをね、話してくださった動画を一発目で見ましたよ。再生数1ね。そしてその速度でこの返信動画を撮るというね。そしてですね、今回のメッセージっていうのはね、もうね、さすがですよ。その通りなんですよ。私ね、別に5万欲しくてやってるわけじゃなくて、金額をつけないと人は動かないのかみたいなね、心理ですよ。通常は値下げをしたり無料にするからやりましょうっていうのはね、世の中に溢れてるんですけど、私逆です。普段お金なんて欲しいと思ってないんで、じゃあ誰も動かないから、じゃあ金額つきますよって言ったらね、動くんじゃないかなという逆転の発想で大体いつもやるんですけども、やっぱりね、5万円ってつけたら来ますね、不思議と。だから5万円を安いって感じるんでしょうね。で、0円っていうのに対しては躊躇するというね、妙な感覚があるもんです。でもまあ、そこを読み切ったからこそ私は金額をつけたんですよ。これが1000円とか5000円ではなくて、5万円っていうのもね、なかなか相場感があるものだと思います。だいたいチャンネル登録者数が1万人の人が広告を出す金額っていうのは3万円から7万円という相場らしいんですよ。まあ、違う例もあると思いますけどね。というのはそれはですね、チャンネル登録者数1人当たりいくらなのかっていう計算に基づいてるんですよ。まあ、ですんでね、チャンネル登録者数が100人の方だって別にね、500円で広告出しますよっていうふうに商売始めてもいいっていうメッセージを前回もお話しましたけど込めてるんですよね。で、今回ね、原谷さん、本当にその通りなんですよ。正解何かっていうと、5万円払わずにも紹介させることができるってことなんですよ。ね、一つはですね、私がですね、紹介したくてしょうがないような中身のすっごくね、いいやつ、そういう動画だったら取り上げます。次はですね、私のことを話してる動画ね。これもう、まあ、ズバリその通りなんですよ。私のことを褒めたたえてる動画とか、私がね、楽しくなる動画とか、私にアンチテーゼっていうかね、問題提起をしてる動画って、やっぱり取り上げたくなっちゃうんですよ。で、SEO 的にも、久保哲郎っていうタイトルを入れると、私のアカウントから YouTube にログインすると、出やすいんですよね。この仕組みっていうのもよく計算するといいと思います。ですんで、例えばですけど、私がね、堀江貴文っていうタイトルで動画を作ると、堀江さんの YouTube チャンネルに出やすいんですよ。ただ、有名人なんで、あの方は。同じようなことを考えている方が何千人もいると、私がいくら動画をね、その堀江貴文でやっても、堀江門でやっても、上位に上がらないし、上がったところでいっぱい堀江貴文タイトルが見えるんで、埋もれてしまうんですよ。だからなんですよ。だから再生数の低い方とかチャンネル登録の低い方に向けて、自分のフェーズに合った動画をドンと出していくことによって、その人とこうね、ラポールっていう信頼関係が築きやすいんですよね。で、今回気づいたのは、花屋龍馬さんね、私が花屋さんの動画を見つけた時は再生数120だったんですけども、もうすぐ再生数じゃない、チャンネル登録120ぐらいだったでしょ。で、もうすぐ500人ですよね。花屋さんとかは2つの私のね、私から見てすごい評価をする面を持っていて、一つはですね、メンタリスト第5並みに人の行動分析ができると。特にレベルの高い人のね、行動分析が得意なんですよ。レベルの高い人のね、レベルの高い人から学ぼうっていう精神がものすごくあるんですよ。もちろんレベルの高い低い関わらず学ぶ精神あると思うんですけども、特にですね、この人のセンスは絶対に自分のものにしたいっていうものはすっごくね、見る目があるんですよ。いわゆる見る目があるんですよ。で、ダメな人っていうのは人を貶めたりとかバカにしたりとかね、で、なんかその場は気持ちがいいんだけども、積み重ならないようなものに対して興味を持っちゃうんですよ。で、花屋もさん、そういう意味でね、メンタリスト的にすごくね、すごいなと思いましたね。で、2つ目っていうのが何かっていうと、やっぱりね、すぐ行動するところですよね。今回もそうですよ。気がついたらすぐ行動しますよね。気がついたらすぐ行動してるのは何がいいことがあるかっていうと、気がついてすぐ行動して、例えば失敗するとするじゃないですか。そしたら失敗っていう結果がすぐ見えるんですよ。だから修正して次に進めるんですよ。でもね、失敗を恐れて行動をなかなかしない人って、失敗なのか成功なのかアクションしてないからずーっと答えが出ないんで、ずーっとそのままなんですよ。だからね、100戦100勝っていうことはまずね、ありえないんで、100回戦うと大体ね、100回ぐらい負けるんですよ。それで OK なんですよ。100回負け続けるっていう自分に記録を作っていくことがすごく大事なんですよね。そして負けになれる、失敗になれると、チャレンジがものすごく面白くなってきて、どうせダメだろうながスタートなんで、うまくいったら100倍嬉しいんですよね。だからそういう風にして、ちっちゃな喜びによってもうものすごくモチベーションいただけるから、どん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 先に進むと思いますし、失敗っていう風に捉えられるっていうのはすごくいいことだと思います。有頂天にならずに済みますんでね。ですんでね、私ね、本当花屋さんっていうのはね、ますますこれからね、
もうチャンネル登録1000人なんてあっという間だと思いますし、それから1万人なんてのもね、あっという間に私に並んでくると思うんですよ。まあ、ですんでね、ある意味私は花屋龍馬さんにライバル心というかね、負けず嫌い精神をちょっと燃やして、花屋龍馬さんが1万人行った頃には私はね、やっぱりね、10万人とかね、100万人行っときたいなと、少なくとも銀の盾はもらっときたいなと思うんですよね。まあまだまだですけどね、私もね。それから特に再生数を増やすためにやってないんで、ほんとフリースタイルでやってるんでどうってことないんですけども、まあいろいろとお話ししましたが、今回ね、やっぱり今回の動画のまとめに入ってきますけども、花屋龍馬さんのね、行動スピードは速い、気づいたらすぐやる、すぐやったらまた気づく、このフィードバックがね、花屋龍馬さんの全ての実績に変わってるんだと思いますよね。すごい。そして行動分析、メンタリストですよ。もうね、メンタリストされちゃいましたよ。で、今回の動画、本当に正解です。その通りでございます。だから、短絡的にお金を払うからやらせてくださいっていうよりも、私が嬉しいのは、お金はないんだけども、こんな工夫してきましたんで採用してもらえませんかっていうふうなね、そんな魂が込められたら、早速ですよ。早速、これ、花屋龍馬さんの動画紹介されてるじゃないですか、これね。動画説明欄から、花屋龍馬さんがどんなメッセージを送ったのか見てください。いってらっしゃい。